ホセアントニオ・バティスタ・サントスは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。愛称は、ジョイバト。ドミニカ共和国のデラサール高等学校を卒業した時にはメジャー球団から契約オファーがなかった。そのため、アメリカ合衆国フロリダ州のチポラ大学に進学。当時の体格は、身長178センチメートル、 体重 70.3kg だったが、その後の1年で身長は約 5cm 伸び、体重は約 9kg 増えた。チームでは三類種と当時を兼任し、最速94マイルパーアワーの速球を武器にクローザーを務めていた。2000年に MLB ドラフト20巡目でピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。二千三年のオーフにルールブドラフトで、 ボルチモアオリオールズから指名され、移籍した。2004年4月4日の開幕戦で、メジャーデビューを果たした。2004年6月3日に、ウェーバー工事を経て、タンパベイデビルレイズへ移籍した。2004年6月28日にカンザスシティロイヤルズへ移籍した。パイレーツ時代2004年7月30日に、ジャスティン・ヒューバートのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍したが、数分後に、 パイレーツへ移籍した。これにより1シーズンのうちに異なる5球団で25人、ロースター入りした史上初の選手となった。2006年にレギュラーに定着し、キャリアハイの16本。この年は外野手として85試合、三塁手として33試合、二塁手として3試合に出場した。2008年は7月31日のトレード期限。 当日に加入したアンディラ・ローシュにポジションを奪われ、トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスへ降格した。2008年8月21日に、ロビンソン・ディアスとのトレードで、トロント・ブルージェイズへ移籍した。2009年開幕前の3月に開催された第2回、ワールド・ベースボール・クラシックのドミニカ共和国代表に、選出された。同大会では、控えの外野手として3試合に出場した。 シーズンでは4月に月間打率317とースタートを切るがその後は長期の打撃不振に陥る主にユーティリティープレイヤーとしての起用が続いていたがスコット・ローレン、アレックス・リオスの放出後はレギュラーに定着常時出場する機会を得たことが打撃に好影響を与え9月以降20本塁打を固め打ちした年間を通した打率は 235ながら56式を選ぶ粘り強さを見せ、マルコス・クータロが故障で離脱してからは一番打者に起用された。オフの12月13日に年俸調停を避け、1年240万ドルでブルージェイズと契約を延長した。2010年は開幕を一番打者として迎えたが、フレッドルイスがトレードで加入してからは主に6番での出場が続いた。 4月こそ打率、213、4本塁打と振るわなかったが、5月に入ると一気に調子を上げ、月間12本塁打を放った。6月末からは不審のアダムリンドに代わって3番に定着し、初のオールスター選出も果たした。7月27日には両リーグ最速で30本塁打に到達。その後も勢いは衰えず、8月23日の ニューヨークヤンキース戦でブルージェイズの選手としては2003年のカルロス・デルガド以来となるシーズンに4 5本塁打を放った。7月、8月には2ヶ月連続でプレイヤー・オブ・ザ・マンスに選ばれた。同年9月17日のタイ・ボストン・レッドソックス戦でシーズン48号本塁打を記録。この一本は1987年にジョージ・ベルが記録した。 ブルージェイズのチーム記録を塗り替える一発であった。9月24日のシアトルマリナーズ戦で、フェリックス・ヘルナンデスから、ソロ本塁打を放ち、メジャーリーグ全体でも3年ぶりとなる1シーズン50、本塁打を達成。最終的に、本塁打数を54本に伸ばし、2位のポール・コネルコ25本の大差をつけて、アリーグ本塁打王のタイトルを獲得した。5月、7月、 8月、9月には月間本類打数が2桁に達し、さらに124打点、109得点、109、351類打、オプス、995など各部門で上位に入った。この著しい飛躍に対し、8月末には地元市トロントスターのコラムニストから薬物使用を疑う声も上がったが、他の選手と同様にいつだって検査には応じている。 これほど本塁打が打てるとは予想していなかったが、常時出場すれば安定した成績を残せると思っていたと反論した。加えて、シトガストン監督と同演マーフィー打撃コーチのアドバイスのしたスイングの指導を早くしたことが打撃海岸につながったと語った。2011年6月5日2011年2月17日、5年総額6400万ドルで契約延長に合意した。 バーノン・ウェルズ、アレックス・リオス、カルロス・デルガドに次いで、球団史上4位の大型契約となった。開幕後も本塁打を量産し、前半戦だけで31本塁打を放った。オールスターのファン投票では1994年に、ケング・リフィー・ジュニアが記録した606万9688票を大きく上回る。 史上最多の745万4753秒を集めた。後半戦は足首の故障などもあってペースダウンしたが43本塁打で2年連続の本塁打王となり前年の成績はフロックとの声を一周した。打率も3割に乗せ両リーグ最多の指揮を選ぶなどバッティングの確実性が向上した。オフには母国ドミニカ共和国のメディアに対し 過去2年間で16回ものドーピング検査を受けていたことを明かした。それ以前の2年間では合計3回だったことも明かし、表向きにはランダム抽出とされているドーピング検査が一部の選手に対して狙い撃ちされているのではないかとして話題になった。2012年は4月に打率181、3本塁打とゼフ不調だったが5月は9本塁打を 放って復調。6月は14本塁打を固め打ちし、自身5度目の月間 MVP を受賞した。前半戦でリーグトップの27本塁打を放ち、オールスターのファン投票ではアリーグ外野手3位に入り、3年連続の出場を果たした。オールスター前日に行われた本塁打競争では決勝まで進出し、プリンスフィルダーには及ばなかったものの準優勝となった。 7月16日のニューヨークヤンキース戦で、スイングの際に、左手首を痛めて、途中交代し、故障者リスト入りした。8月末に一旦戦列に復帰したが、復帰2試合目で左手首痛が再発し、手術を受けて、シーズンを終えることが決まった。2013年は、開幕前の3月に開催された第3回、WBC のドミニカ共和国代表での参加を希望したが、 故障はけのため球団から許可されなかった。シーズンでは故障もありながら2年ぶりの規定打席に到達したが、本塁打は前年より1本増の28本に止まり、2年連続で30本塁打に届かなかった。2014年6月18日のニューヨークヤンキース戦で通算セムアンダーに到達した。オールスターにはファン投票で、 両リーグ最多の5859,019票を集め5年連続の出場を果たした。オールスター前日のホームランダー B にはアリーグの首相として出場した。シーズンの出場試合数155は2010年に次ぐ自己2番目の多さであり、150安打、35本塁打、100打点、100得点100球、出塁率。 400オプス0.900のラインをいずれも3年ぶりにクリアするなど、エドウィーにエンカーナシオンと共にチームを引っ張った。2015年4月21日のオリオールズ戦で通算250本塁打を記録した。また同日の試合では、デルモン・ヤングのウゼンダを一塁で刺そうと、無理な送球を行い、右肩を痛めた。この直後に背後を通過する投球をされたが、本塁打を放った。 打球を見届けた後に、バットを投げ挑発しにルイッシュのライアン・フラハーティに暴言を吐いた。その後の講師交代の際に、アダム・ジョーンズと口論となった。9月30日のオリオールズとのダブルヘッダーでは、第1試合で本塁打を放ち、実に4年ぶりとなるシーズン40本塁打をクリア、チームも15対2で対象して、地区優勝を決めた。最終的には153試合に、 出場2シーズン続けて大きな故障なくシーズンを乗り切った。バッティング面では打率こそ250と決して高くなかったものの40本塁打114打点はいずれもジョシュ・ドナルドソンに次ぐチーム2位、リーグ順位はそれぞれ5位と3位というハイレベルな成績だった。また110四球はリーグ1位で打率に対して出塁率が高かった。 2016年5月15日のテキサスレンジャーズ戦で、ルーグネットオドアに対して、守備妨害を行ったが、これに激行した、オドアに突き飛ばされた後に殴打され乱闘となり、退場処分を受けた。17日に、MLB から1試合の出場停止処分が課せられ、異議申し立てを行ったが却下され、処分が確定した。6月18日には、守備時に、 フェンスにぶつかって15日間の故障者リスト入りとなった。これらもあり、レギュラーシーズンでは116試合の出場に止まったが、規定打席には到達。22本塁打を放って、通算300本塁打を達成したほか、出塁率は366をマーク、オプスは0.800を超えた。オフに、球団は1720万ドルのクオリファイングオファーを提示したが、 11月14日に拒否し、フリーエージェントとなった。2017年1月18日にブルージェイズと1年1800万ドルで再契約した。シーズン開幕前の2月8日に第4回、WBC のドミニカ共和国代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。シーズンでは4月27日のセントルイスカージナルス戦で2013年4月14日の ロイヤルズ戦以来の三塁手として出場した。4月29日のタンパベイレーズ戦で通算セムアンダーを記録した。7月4日のヤンキース戦で通算900打点を記録した。8月11日のパイレーツ戦でシーズン20本塁打を記録し、8年連続シーズン20本塁打以上となった。オフの11月4日にオプションは行使せず FA となった。 2018年4月19日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。加入後は主に三塁を守った。打撃では12試合で打率。143に本塁打、5打点と振るわず5月20日に自由契約となった。メッツ時代2018年5月22日にニューヨークメッツと契約を結んだ。 2018年8月28日に後日、発表選手、または金銭とのトレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。1類、2類、3類、外野を守れるユーティリティプレイヤーである。2009年頃までは3類手としての出場機会が多かったが、主に翌首を務める。 特徴的な打撃が MLB でも珍しいアッパースイングから本塁。2010年9月30日に放ったシーズン54号本塁打が自身初の右方向への本塁打であり、それまでは全て中堅から左方向の本塁打だった。中堅から左方向の打球の割合が8割以上で相手チーム側は極端にレフト側に偏ったシフトを敷くことが多い。しかし、 安定して、死休を選ぶことができるため、通算出類率は、通算打率に比べて1割近く高い。2010年は、リーグ2位の100死休を記録。50本類だと100死休を同時に達成したのは、史上14人目である。二人娘の父であり、長女が2011年4月に、次女が2012年11月に誕生した。ドミニカ共和国出身で、 母国語はスペイン語であるが、8歳から英会話を習っており、ネイティブ化オまけの非常に流暢な英語を話す。内野守備外野守備。ありがとうございます。